えらく久しぶりな気がするの。懐かしいのだ。そうね、ずいぶん時間が経った気がするよ。それだけいろいろな経験を積んだということじゃな。そっか、そうかもしれないね。大丈夫かな。みんな元気出そうよ。ウィルスのことだもの、きっと無事さ。アディ、そんなにボロボロなのに元気ね。元気元気、それが俺の取り柄だもんね。そうね。それにね。何？もし行方がわからなかったら歯医者さんに聞けばいいんだよ。そっか、そうなのだ。歯医者殿か。歯医者様なら何でもわかるのだ。そうさ、だからとりあえず歯医者さんのお店に急ごう。皆さん、お帰りなさい。歯医者様！ご苦労様でした。赤の集落では何かありましたか？ごめんなさい。アディ、お主が謝ることはないぞ。わらわのミスじゃ。誰が悪いわけでもない。そうですか、そんなことが。逃げてきたんです俺。せっかく歯医者さんに注意してもらってたのに。ずいぶん厳しい旅をしていらしたのですね。そんなに傷ついて。ルークっていうすごく強いやつがいて、そいつと戦ったんだ。生きてるのが不思議なくらいだった。とにかくご無事で何よりでした。歯医者様、歯医者様。何です、ラビーさん。フィルが。フィルスさんが。わかりました、占ってみましょうね。これは。何？悪い結果が。世界が炎に包まれていく。黒の同志、ウルラス、一体何を。ダメ、姉様。大丈夫？アイシャさん、アイシャ殿。アイシャ様。アイシャさん。ヒルスさんの行方は分かりませんでしたが、恐ろしい予知が。黒の同士が何か関係あるんだね。はい。一体アイシャさんはどんな未来を見たの？それは。なんだあれは。怪物？何なの？あれは黒の同志、ウルラス。世界は滅びるべきである。この混沌とした世界は一度滅び、制御されるべきなのだ。そしてそれこそが究極的にこの世界を救うことにもなる。我、大魔導士ウルラス・ラ・マクリーンの名において、今あるすべての世界に等しく滅びをもたらさんことをここに宣言する。37の都市、その周辺にあるすべての集落、人が住まうあらゆる場所は滅び去るであろう。我と我が配下からなる不滅の力によって。ウルラス、あの大魔導士の。
ウルラスか。大魔戦争の英雄、無敵の魔導士が世界を滅ぼすと。そんな、そんな。まずその手始めに、このセルリアを怪人にキス。この滅びを止めることは誰にもできぬ。運命を感受するがいい、人々よ。うわー、逃げろー。野郎ども、食後の運動だ。気軽にやれ。兄貴。なんだバニー。いくらウルラス様のご命令だからって。俺たちはウルラス様の道具だ。こんなのおかしいよ。世界を滅ぼすなんて。ウルラス様にはお考えがあるんだバニー。わかった、お前は戻れ。俺一人で十分だ。お前はこんな光景を見ることはない。でも行け。俺の言うことが聞けないのか。わかったよ兄貴。私は別行動を取らせてもらう。いいだろう。お互い顔を見ない方が気持ちよく仕事ができるってもんだ。仮面野郎、大方こっちをおとりにするつもりなんだろうが、あいにくとお前の出番はないぞ。門を固めろ。これ以上奴らの侵入を許すな。はっ。ははは、他愛もない。野郎ども、火をかけろ。この町を灰に変えちまえ。俺行くよ、戦いに。アディボー、体は大丈夫か？平気だよ。と、そんなこと言って足元がふらついてるじゃない。無理よ、そんなんじゃ戦えないよ。サイヤ、でも町の人たちが。ねえアディ、私たちが戦っているのはとんでもなく強く、そして大きな。うん、分かってるよ。私たちの使命、みんなにできない、私たちにしかできない使命は敵を倒すことじゃない、アーティファクトを取り返すことなんだよ。サイヤ、でも俺今戦わないと。これだけ言ってもまだ分かってくれないの？今戦わなくちゃいけない理由って何なの？強いてあげれば己の誇りのためじゃな。シーファー、自己満足かもしれぬ。しかしそれでも今この場で逃げ惑う民たちを見捨てることはわらわにはできぬ。たとえその民がわらわの民でなかったとしてもじゃ。シーファー、俺お師匠に言われたことがあるんだ。修行して得た力は誰かのために使うべきだって。俺今がその時だと思う。だからごめん。サイヤ、行こう。シーファ、うん、みんなは避難してて、ちゃんと逃げなくちゃダメだよ。仕方ない奴らじゃのう。サイヤさん、あなたの判断は正しいと思いますよ。私も行きますね。私がいないとろくに身を守りもしないんだから。そういう賢くないサイヤさんの方が素敵ですね。アイシャさん、すべてが丸く収まるように祈っていてくださいね。ええ、祈りましょう。私にはそれしかできませんから。ラビーも行く。みんなと一緒に行くのだ。ラビーさん、とても危険な戦いなんですよ。アイシャさんも。そんなにみんなのことが好きなの？うん、アイシャ様も好き。
でもアディたちは仲間だから、生まれて初めてのラビーの仲間。それにアディも言ってた、力は誰かのために使うって。歯医者様に教えてもらった力、ラビーは今使いたいのだ。子供はいつまでも子供ではないのですね。ついこの間うちに来たような気がしていたのに。歯医者様、気をつけるのですよ。危なくなったら逃げていらっしゃい。うん、なのだ。待って、みんな、皆をお守りください。世界を司る者よ。お前たち、やめるんだ。それ以上の狼藉は許さんぞ。ほう、またお前らか。おとなしく逃げていれば見逃してやったものを。わしもいるぞ。牛野郎か。いつぞやの決着がついてなかったな。アディ、ラビーも一緒なのだ。みんな来てくれたんだ。ウルナ様の理想を邪魔する奴ら、まとめてぶっ壊してやる。なんという数の敵じゃ。もうダメなのだ。まだだよ。まだ避難している人たちがいる。俺たちもう少し頑張らなくちゃ。ここまでのようだな。お前たちはよく戦った。降伏するなら命までは取らないぜ。俺は強い奴は好きなんだ。無駄に殺したくはねえんだがな。降伏などできん。わらわの誇りにかけて。おお、そうか。では誇りを胸に抱いたまま死ねえ。何？おっと、動くなよ。次の矢はお前の顔面を射抜くぜ。どこだ、どこにやがる。動くな。このホークアイ・フィルスの矢から逃れられると思うなよ。ホークアイ、翼の民で最高の射手に贈られる称号か。俺の剣を弾き飛ばした矢、あながちデタラメでもなさそうだな。この声はフィルナー。フィルス、どこじゃ。争いは虚しいもんだぜ。さあ、みんなで愛の歌を歌おう。なんだって？ラララー。うわっ、なんだこの音波は。新手の魔法攻撃か。失礼、芸術を理解できない蛮族だ。フィルの歌なのだ。間違いないわね。この歌を聴くのが嬉しいと思うことがあるとは思わなんだぞ。あそこの屋根の上。フィルス、遅いよ。もっと早く来てくれればいいのに。焦るな焦るな。真打ちは遅れて登場するもんだぜ。この位置からじゃ矢は防げない。十分達したし。どうする、赤の戦士よ。まだやるか。命見ようがな奴らです。引くぞ。よう、
しばらく見ないうちに随分ボロボロになってるじゃないか。ビル、ビル。よしよし。ビルスさん、無事でよかった。まあ、お主のことじゃ、早々死にはせんと思っておったがな。心配してたんだぞ、ビルス。ビルス、お帰り。ただいま。皆さん、ご無事で。ご心配おかけしました、アイシャ様。ビルスさんもご無事だったのですね。よかった。でも、本当によく無事だったね。心配したのだ。ああ、結構本気で危なかったんだぜ。もうダメかと思った瞬間に助けが現れてね。あの状態で助けが？助けられた俺自身が一番びっくりしたよ。一体誰が助けてくれたの？わからないか？その人は強力な魔法使いで、ウルラスたちの一瞬の隙をついて俺を助けることができる人なんだぜ。あ、もしかして。なるほどな。お師匠、お師匠だね。ご名答。それでお兄様は今どこにいるの？シルバリデの森、アディたちの故郷さ。それでは、これから皆さんはシルバリデの森に行かれるのですね。はい、皆を連れてこいということなので。足手まといでしょうけれど、私も連れて行ってはいただけませんか？アイシャさんも？はい、この町は廃墟も同然です。私がいてもできることはありませんし、それにタリス様にお会いして尋ねたいこともあります。うん、確かに引き受けたよ、アイシャさん。アイシャ様も一緒。それでは皆の準備ができ次第出発するかの。オッケー、お師匠に会いに行こう。やっとお兄様に会えるのね。なんだか随分遠回りしちゃったね。わあ、懐かしい。この森は変わらないわね。魔力がこの地に満ちているの。今度は迷子にならずに済みそうなのだ。そうね。タリスさんの魔法で迷宮になってるそうだからな。普通に入ったら迷うらしい。どうした？何かの気配が。特に怪しいものはないがの。気のせいか。よう、久しぶりだな、お前たち。お兄様、お兄様、お兄様。お師匠、ただいま戻りました。どうしたんだ、アディ。お前もサイヤと一緒に飛び込んでくると思ってたんだが。お師匠、俺。まあいい。アディ、お前もこっちに来い。久しぶりに顔を見せてくれ。おっしゃー。え、いってててててて、何するかな。俺はな、アディ、くれぐれも森から出ないようにと手紙に書いたよな。覚えてるか？ん？でもおっしゃー、俺は。でももかももあるか。お前のことを知られたくなかったんだがな。何か言った？おっしょ。なんでもない。あ、
ハリス、その辺で勘弁してやってくれんかな。もう本当にありがとよ、こいつらを守ってくれて。わしは何もしとらんよ、すべてはアディたちの力じゃ。よう、ヒルス、ご苦労さん。感謝、翼の守りがいつもあなたと共にありますよ。いいぜヒルス、いつもバカ弟子が助けてもらってることだしな。ありがとう師匠。なのだ。おっと、かわいいお嬢さんだ。君がラビーか。手紙の件はすまなかったな。アディたちに会えたからいいのだ。ありがとうよ。ハリス様、お久しゅうございます。アイシャ、君まで来たのか。セルリアは破壊されてしまいましたから。君ならいつでも歓迎だ。ゆっくりしていってくれ。はい。で、そちらのお嬢さんは。ああ、シーファって言うんだ。青の部族のなんとお姫様なんだよ。言葉遣いと外見だけなのだ。ラビーさん？これが、いや、このお方が緑の守護者、あの緑門のタリス、もとい、タリス殿。美しい。わらわの部族では見たことのない男前じゃ。毒な言い方をすればわらわのタイプとかいうあれか。しかしタリス殿は緑のお方じゃ。緑と青が混ざればそれはどんな色じゃったか。ああ、わらわは何をわけのわからんことを。青の姫巫女、先代の守護者に似て物静かなお嬢さんなんだな。いつもはこんなじゃないんだけど。ん？とりあえず飯にしようか。久しぶりにサイヤの料理が食いたいな。はい、お兄様。わらわも手伝うぞ。ん？お師匠、俺聞きたいことがあるんだ。なんだアディ。なんで黒の同志は俺やお師匠を狙うの。うん、もう隠し事をしている場合じゃないな。いいだろう、話してやるよ。うん。この世界の成り立ちとアーティファクトとの関係についてはもう分かっているな。うん、大体のことはアイシャさんに聞いたよ。20年ほど前、そのアーティファクトを狙って異世界から魔物が現れたことも。うん。4人の守護者と1人の偉大な魔導士が異世界の魔物を封じたことも。偉大な魔導士って黒の同士のことなんでしょ。ではその4人の守護者のうちの1人が俺だっていうことも。師匠が？そうだ、今まで黙っててすまなかったな。知ってたの？モーさん、ヒルス、シーファ、アイシャさん。ああ、俺たちは子供の頃から寝物語で聞かされてたからな。緑の守護者、偉大なる魔導士タリス殿のことは部族の者なら誰でも知っておる。ラビーは知らなかったのだ。すまぬアディ、サイヤ、こればっかりは時が来たら自分から話すとタリスがガンとして譲らなくてな。タリス様は変なところで謙虚な方ですから。そんなお師匠。アディ、お兄様、どうして。かっこいい。アディ、だってサイヤ、お師匠は英雄だったんだよ。かっこいいよな。アディ、そんなこと言ってる場合じゃないでしょ。もうお兄様の育て方が悪いから。アディが
甘やかしてたのはお前も同罪だと思うんだが。で、話を戻すぞ、いいな。今の話では分かったと思うが、俺はシルバリデの守護者だ。故にアーティファクトシルバリデは俺が持っている。これがウルラスが俺を付け狙う理由だ。もう一つの質問の答えは？お師匠、どうして奴らは俺を狙うの？それは…お師匠、どうしたの？敵、近づいている。え？森は迷宮化しているはずだが、つけられたな、アディ。え？間違いない、敵だ。戦える奴は外に出ろ。お前か、仮面野郎。貴様、ご命令通りに。 JP、 ご苦労だったな、タリス。シルバリデをもらいに来たぞ。この声はウルラス、幻影か。タリス、お前の結界は破れぬ。だが、我が配下を送り込むことはできる。この前は破れたが、この数ならどうかな。無駄なことを。貴様だけは俺が倒す。わからない。なぜ私に執着する？貴様、自分のしたことが分かってないようだな。命をもてあそびやがって。命、わからない。さすがだな、タリス。緑の守護者の力、大したものだ。ふん、様子見のくせによく言うぜ。しかし、お前の力もさることながら、我々が作ったその…言うな！まあよい。やはり相手がお前では、一筋縄で行かぬな。当たり前のことを言う。もう諦めたらどうだ。だからこそ、結界を無力化する策も生きてくるというもの。なんだと？結界が壊せないなら、それ以外をすべて壊す。まさか、そのために。そんな、世界に戦を仕掛けたのは。お師匠、いや、シルバリデを結界から出すため、ただそれだけのために。それだけのためにセルリアも壊したの？貴様、何様のつもりだ。ウルラス、これ以上の犠牲を出したくなくば、我の召喚に応じるがよい。ウルラス、貴様。お姉様。お姉様？愛者か、お前がなぜここに。お姉様、もうおやめください。愛者、お前は忘れたのか。お前の目のことを。我は忘れぬ。お前の目から光を奪った人間という生き物の差がを。お姉様、この世界を究極的に守るためには、あのようなエゴイスティックな生き物はいらぬ。ウルラス、お前、まだあの時のことを。タリス、お前が人目をはばかるように隠遁生活を送り始めたのはなぜだ。自分たちよりも優れたものを恐れ、憎み、迫害する、それが人間だ。我は決して忘れぬ。復讐でもあるのだ。お姉様、私は…
姉様。アイシャさんが黒の同士と姉妹だったなんて。今度は本腰を入れてくるな、あの様子だと。お師匠、力を貸してくれるか。もちろんだよ、お師匠。私だって。もちろん、俺もね。わらわがタリス殿に力を貸さぬことなどありえぬ。タリス、辛いところじゃな。アイシャ、すまん。結局本腰を入れて戦うことになっちまった。タリス様、いいのです。今のウルラスはどこか壊れています。まるで何かに取り憑かれているかのよう。確かに、ウルラス、古き友。お前は一体どうしちまったんだ。バニティ、来たか。お呼びですか、ウルラス様。お前に聞きたいことがある。はい。アディという少年を知っているな。はい。個人的に。答えよ、バニティ。バニティ。何、口が勝手に。はい、その通りです。なるほどね。あの少年とはどういう関係だ？ダメ。アディは私のことを好きだと言ってくれました。ほう、それは好都合だ。お前が赤の集落の廃墟であの少年をかくまったことは分かっていた。バニティ、こちらへ来い。はい。お前には人形になってもらう。あ、アーティファクトを制御できる貴重な駒だが、それはルークがいればこと足りること。ウルラ様、何を。眠るがいい。目覚めた時には何もかも忘れて。我の忠実な人形になっていることだろう。通らせてもらうぜ。入ることはできない。ワニが入っていくのを見た。ウルラス様のお呼びだ。ウルラス様がワニだけを。誰もここを通すことはできない。これは命令だ。バニ、どけ。アーティファクト奪う。ミュオか。殺す。バニ、アーティファクト奪う。バニ、一体どうしたんだ。アーティファクト、ウルラス様、これは一体。バニ、俺がわからないのか。アーティファクト奪う。バニ、バニティ、仰せのままに。貴様、バニティに何をした。見ての通りだ。操り人形になってもらった。バカな。お前はウルラス様じゃない。ウルラス様はこのようなことはしない。お前は一体誰なんだ。やめろ、ミオ。我の中のウルラス様。逃げろ、ミオ。ウルラス様。ダメだ、もう抑えられ。you
よくやった、戦士よ。ウルラ様。よくぞこの頑固な中身を溶けてくれた。ようやく器が手に入る。そうだな、褒美を取らそう。お前は力が欲しいのだったな。貴様、何者だ。叶えてやろう。この器の持ち主よりも何倍も強力な魔力によって、さぞ満足であろう。お師匠、これからどうするの？今までの話を総合すると、ウルラスが全てのアーティファクトを必要としているのは確かだ。だがここにアーティファクトシルバリデがある限り、奴は目的を達することができない。でも変だよね。ウルラスはアーティファクトなんかなくても世界を滅ぼせるほどの力があるんでしょ？まあそうだな、確かに変だ。奴の真の目的は一体何だ？ウルラスは世界を守るためって言ってたけど。魔界からの侵攻、確かにまたそんなことが起こればアーティファクトの力に頼らざるを得ないが。ウルラスは魔界からの侵攻を察知しているのかな？だからアーティファクトを急いで集めようとしている？うん、考えられない話ではない。だがそれなら俺やウルラスよりも、予知ならこの人にかなう者はいない。アイシャ、そういう予感はするか？確かに魔界からの侵攻がないとは言えませんが、それは今日明日のことではないと思います。ですが魔の者の気配も確かに感じられるので。結局わからないということか。そういえばお師匠、シルバリデのアーティファクトってどんななの？俺見たことないよ。そういえば私も見たことない。俺も見てみたいな。ラビーも！お前らは緊張感がないな。わかった、見せてやるよ。これがアーティファクトシルバリデだ。ただのボロっちい腕輪なのだ。それってお師匠がいつもしてる腕輪じゃない。そうだ、アーティファクトは姿を変えることができる。真の起動を行うためには本来の姿に戻さないといけないんだがな。あんまり乱雑に扱ってるからそんな大事なものだとは思わなかったよ。お兄様、その腕は前に落としたって大騒ぎしてなかったっけ？タリス様、粗骨なところは変わってませんのね。済んだことは放っておいてだな。それよりこうして集まったのはもっと大事なことを話すためだろうな。うむ、タリス殿の言われる通りじゃ。シーファー、一つ聞いていいか？なんじゃ、話の腰を折りよって。なんでお前さん、タリスさんの後ろから抱きついてるんだ？細かいことにこだわるでない、このヘッポコ詩人。ヘッポコ？シーファー、ヒルスのこといじめるな。こんなもの、単なる愛情表現ではないか。ああ、そうか、獣は尻尾を振るしか脳がないからの。許さないのだ、この腐れ魚。ピルスさん、ラビーさんにあまり変な言葉遣いは。俺は無実ですよ、アイシャさん。ん？
俺は別に迷惑してないぞ。むしろ大歓迎だ。ガラガラ。お兄様。ふん、サイヤも寂しいのか。しょうがないな。ほら、こっち来い。能天気なところも変わってませんのね。タリスは知り合った頃からああじゃよ。誰もそんなこと言ってません。これじゃ話が進まないでしょ。確かに。話を元に戻そうか。結局どうするんじゃ。そうだな、アディ。はい。お前ならどうする。俺ならウルラスを倒すためにここから撃って出るよ。ほう。このまま森に隠れていても敵は世界中を焼け野原にしちゃうだろうし、そうなったら結局守るものがなくなっちゃうもの。それがウルラスの狙いだと思う。この前はやられちゃったけど、今度はお師匠が一緒だからね。ウルラスを抑えていてもらえば、その他の奴らは俺たちでなんとかなるでしょ。それにウルラスには負けないよ。その根拠は？ウルラスにはなくて、俺たちは持ってるもの。何？仲間だよ。配下じゃなくて仲間。一人じゃ無理かもしれないけど、みんなの力を合わせればきっと勝てるよ。なるほどな。合格だ。お師匠？希望を捨てないこと、それが生き残る秘訣さ。俺の意見もおおむね今アディが言った通りだ。ウルラスと直接対決して奴のバカな野望を食い止める。ああ、うむ、やるのだ。はい、了解。アイシャ、占ってもらえるか。はい、お姉様の居場所と刻限ですね。すまんな。よし、アイシャの占いが終わるまでは自由時間だ。解散。9998 9999。たくさん。はあ、3セット目終了か。はあ、腹ペコだけどクタクタじゃないな。俺少しは強くなったのかな。この森もこの世界も平和じゃなくなっちゃった。もっと強くならなくちゃ。ウルラスを倒して世界の人たちを救って、そんでもってアーティファクトも取り返して、そしてバニティ。あう、はあ、強くなっても腹は減るんだよな。おお、言われなくても修行とは感心だな。こっち来い、褒めてやろう。避けたか、生意気な。おっしょ、ちょっと腕が鈍ったんじゃない。言い上がる。しばらく見ないうちに強くなったな。バニティなんだね。どうしたの、バニー。アディ、気をつけろ、こいつは。殺す。バニティ、バニー。アディ、こいつは危険だ。そんな、おしょ、バニーは。ホエイよ、たける、灼熱の炎よ。バニー、やめろ、やめてくれよ。エルダリス。
バカな、エルダリスにこれほどの威力が。シルバリデよ、守れ。アディ、無事か？おっしょ。よかった、無事だったか。こいつは俺に任せて、お前は。ダメだ、戦っちゃダメだよ、おっしょ。あ、熱いのだ。な、何事じゃ。これは一体。あの子、赤のアーティファクトの。赤の廃墟の、あのアーティファクト使い。みんな下がってろ。こいつはおそらく俺じゃないと止められん。おっしょ、ダメなんだよ、バニーを傷つけないで。バニー、アディ、この子のこと。バニーはいい子なんだよ。お、なるほど。おっしょ、笑ってる場合じゃない。殺す、殺して、アーティファクトを奪う。バニー、どうしたんだよ。アディ、無駄だ。この娘、魂を縛られている。術者の操り人形だ。悪趣味な術を使いやがる。そんな魂を縛る禁じ。見ているのは分かってるんだぜ、姿を見せろ。先手を取らせてもらう。なんだと。お前たちは我が行動を起こす前に我を討とうと目論んでいるのであろう。兄に何をした。この娘は悩んでいた。その苦しみを消してやっただけだ。自分で考えることをやめれば悩むこともない。なんてことを。本人の潜在力を 200% 引き出してやったのだ。感謝してもらってもいいくらいだ。こんな無茶をしたらこの子はじき死ぬぞ。それがどうした。どうせ何人も何千人も殺すのだ。ウルラス、お前には格好の資格であろう。女で、しかも操られているものを殺めることなどできない。バニティは俺に任せてくれないかな。アディ、あの子は絶対俺が元に戻してみせるよ。だから。アディ、危険すぎる。大丈夫だよサイヤ、とりあえずバニを引き離すから、こんな奴らちゃっちゃとやっつけて助けに来てよ。よし、任せた。お兄様。俺はアディを信じる。お兄様、ありがとう、お師匠。バニー、こっちだ、おいで。アーティファクト、殺す。不自由なものだな。シルバリデの力を使えばこのような戦闘一瞬にして刀つこうに。こんな乱戦ではアーティファクトは使えない。分かっていて仕組んだんだろうが。仲間を巻き込むことを恐れているのか。お前のその情がいずれお前自身を滅ぼすこととなるぞ。人が人を思う心を失ったら、それはもう人間じゃない。目を覚ませ、ウルラス。
人間。我は人間だ。この上もなく、な。なあ、なんとか言ってよ、バニー。なんとか言ってくれよ、バニー。殺す。ちごめんよ、バニー。アディ、バニー、目が覚めたの？ここはどうしてアディが？よかった、本当によかった。傷つけるための武器ならいらない。アディ、剣を取って、お願いだから戦って。やだ、どうして殺してくれないの？お前がいなくなるなんて嫌だ。アディ、バニー、戦うんだ。戦う？そう、自分を縛る邪悪な魔法と戦うんだ。バニー、好きだよ。バニー、バニー、私も。お師匠が昔言ったんだ、どんな魔法よりも強いもの、それは人が人を思う心だって。バディが。バニー、大好きだよ。私も、私もバディのことが好き。バニティ、戻ったんだね。やった。てアディ、大丈夫だよ。ごめんなさい。いいよ、バニーがやったわけじゃないんだから。だっていいんだってば。それより、お師匠たちのところに戻らなくちゃ。私戦うよ。え？アディの代わりに戦う？そんなのダメだよ、危ないよ。うん、私、アディの力になりたいんだ。アディ？うん。うん、一緒に行こう。お師匠、アディ、大丈夫か？お師匠、やったよ。敵
手ひどくやられたな。バニは強いからね。ボロボロになっておいで、何言ってやがる。ごめんなさい。いや、お前さんのせいじゃないさ。俺のバカ弟子が至らないせいだな。おっしょウルラス、お前の策は破れたぞ。人の思いを甘く見たな。ほう、術を解いたか。なかなか大したものではないか。人の思いか。ウルラス様。だがバニティ、お前は自分の兄を裏切れるのか。兄貴。お兄さん。あ、あの人。兄貴、聞いて。兄貴の気持ちはわかるけど、今のウルラス様はおかしいよ。兄貴、どうしたの。お前の声は兄には届いていないようだぞ。まさか。ジェイピー、お前は下がれ。は。ニュー、我が忠実な下僕よ。アーティファクト奪う。そうだ。邪魔するやつ、殺す。そうだ、いい子だな、ミュウオ。お前の中にある破壊衝動、その思いの赴くままに破壊せよ、ミュウオ。兄貴、兄貴、しっかりして。こいつも操られておるのか。この気配、まさか。それはただの操り人形ではないぞ。我の力の一部を与えているからな。アッパドゥーム。幾久しいな、緑の守護者よ。バカな、貴様は封印されているはず。我が本体はな。わかったぞ、お前の目論み。なぜアーティファクトを集めるのか。見ようよ、やれ。みんな気をつけろ、こいつは半端な敵じゃないぞ。シルバリレオ、我に力を。矢が弾かれる。攻撃が効かないのだ。これは一体。超回復か、まさに魔王の小型版だぜ。おっしょ、このままじゃ。アーティファクトを起動させる、力を発動させるには時間がいる。その間みんな頼む。うん、了解。わかったわ。レインアロー、アニングストライク。シルバリレオ、我に力を。アーティファクトを使う。分かっている。難しいが、やってみよう。アーティファクトシルバリで命を育む豊穣の緑を。
我は命ずる。自然ならざる者をあるべき姿に。エンテリアス。今だ。バリレオ、我に力を。よーし。本能だけで動いているんだ。死んでやるの。勝負だ。こんな状態になっても戦いを忘れんか。よかろう、わしが相手になろう。ダメ、兄貴を殺さないで。任しておくんじゃ。来い、赤の戦士よ。大丈夫、気絶しとるだけじゃ。 ありがとう。しんどい戦いだったけど、これで一息つけるね。まったくだな。アディ、おっしゃ。お兄様、言ったはずだ。お前のその情がお前自身を滅ぼすことになるとな。貴様、最初からこの状況を。昔からお前は油断のならないやつだったからな。緑の守護者よ。アーティファクトの使用による精神疲労、戦闘が終わったという油断。苦労したぞ、この状況を作り出すのは。大事な駒を二つも潰したのだからな。どちらでもよかったのだ。その小僧が死ねば、お前たちの仲間からアーティファクトの統合の鍵はなくなり、お前が死んでもそれもまたよし。わあ！くそ！とうとう揃ったぞ、すべてのアーティファクトが。